はい、こんにちは、116インズです。さあ、開幕前の順位予想の答え合わせ、今回は NL 編です。2020年シーズンから2年連続で低い的中率に終わっているこの順位予想。今年こそは皆さんに褒めてもらえるような順位予想。まあ相変わらず主観に頼ったものでありますが、いい予想にしていければと意気込んで開幕前に予想したものになります。AL 編をご覧になっていない方はそちらもぜひご覧いただければなと思いますが、今年は新しいルールも導入し、今までの順位予想では1つ予想を外すと自動的に2球団順位を外すことになっていたため、以前コメント欄でチョウンさんが私の予想の採点に使われていたルールも勝手ながら採用しています。各地区実際の順位とするために必要な予想の並び替えの回数に応じて点数が決まる方式で、全ての順位的中を100点、そこからチームの並び替えが生じるたびに10点ずつ減点する方式ですね。入れ替えを減らすため上位と下位の見極めが肝となるルール。では NL の方はどうなったでしょうか。はい、まずは NL 東地区、予想は地区優勝ブレーブス、2位以下メッツ、フィリーズ、マーリンズ、ナショナルズでした。昨年も地区優勝したブレーブスが個人的には一歩リードかと見ていて、フリーマンは抜けましたがそこにオルソンを入れて、昨年フル回転したブルペンもしっかり補強してやるべきことをしっかりやってきた印象。アクーニャとオズーナの復帰も控え、投打のバランスで見てもこの地区では一つ抜けている印象でした。ただ大型補強に動いたメッツ、フィリーズもブレーブス比でまだチーム力が下かなとは思っていたものの、侮れない感じであるかなとは思っていましたね。メッツとフィリーズの並びに関しては、フィリーズの守備によるマイナスが大きいかもと考えてのことでした。そしてダークホースはマーリンズ。才能あふれる若手投手陣に野手の補強にも動いたことでチーム力はアップ。不確定な要素は多いので一応4位にはしましたが、投打が噛み合えば一気に上位進出しても全くおかしくはないという予想でした。ではどうなったか、結果はこちら。見事に全部的中しました。ただ全部的中したとは言っても本当に最後の最後にこの順番となった感じでしたよね。ブレーブスは昨年世界一となったチーム以上の戦力を整え、オルビースの怪我などはあったものの、それ以上に新戦力の台頭が大きかった。特にルーキーのハリス、ストライダーなどの活躍は目を見張るものがありましたし、伸び悩んでいたカイル・ライトのブレイクもチームにプラスに作用しました。ただこのブレーブスをほぼ1年間追う立場に追いやったのがメッツ。これまでは大補強が空回りすることが多かったチームでしたが、今季はショー・ウォルター監督がチームをまとめ上げ、一人一人がきっちりそれぞれの役割を果たす、想像以上に完成度の高いチームだった印象です。シーズン最後のブレーブスとの直接対決でまさかの3連敗を喫してしまい、地区優勝を逃してしまったことだけは悔やまれますが、ブレーブスと共にシーズン101勝した強さは間違いなくレギュラーシーズンで示したチームだと個人的には思っています。3位がフィリーズ。とにかく守備が心配され、さらには途中ジラルディ監督を解任する事態にも発展しましたが、トムソン監督の下で立て直し、久々にプレーオフにも進みましたので、守備指標は確かに MLB の中でも悪かったものの、そのマイナスがそこまで悪さはしなかったのかなと。ハーパーの怪我などで打線の出来が思ったよりも良くなかった誤算はあれど、投手陣の奮闘にも助けられましたね。ただ今季のブレーブスでもメッツでもなく、まさかフィリーズがワールドシリーズまで行くとは思ってはいませんでしたが、本当にこの地区は毎年サプライズを起こしてくる。そして4位マーリンズはアルカンタラがサイ・ヤング賞級のシーズンは送りましたが、補強した打線が機能しなかったのは誤算。最下位ナショナルズは今季外をトレードし、時間をかける本格的な再建に突入するシーズンともなりました。ということで見事全て的中したため100点。悪くないんじゃないですかね。続いては中地区、予想は地区優勝ブルワーズ、2位以下カージナルス、カブス、レッズ、パイレーツでした。昨年と変わらず今年も上の2チームによる争いになるのではないかと考えていましたが、それでもブルワーズが豪華な投手陣を持つ分、一歩リードかなと思っていまして、打線に不安はあるものの、投手陣が期待通り働けばそこまで心配はいらないと思っていました。2位カージナルスはモリーナ、ウェインライト、プホルス3人揃ってラストイヤーとなる可能性がある中、MLB 屈指の野手陣の守備力にも助けられながら、とにかく先発を中心に投手陣が一定以上の水準で投げてくれさえすれば、ブルワーズを追撃できるだけのチームにはなれるかなと。3位カブスは再建とコンテンドの中間みたいな状態のため、上振れの期待込みでの予想。戦力層はブルワーズ、カージナルスに劣る印象ですが、もしかしたらダークホース的な存在になってくるかもと思っていました。4位以下はコストカットに突入したレッツ、パイレーツ、ここはパッと見の戦力順で決めました。ではどうなったか、結果はこちら。上と下がくっきり分かれる展開は予想通りで、下位3球団の並びを当てましたが、1位と2位が逆でしたね。今年は自分が想像していたよりもカージナルスが強かったです。ゴールドシュミット、アレナドのコンビが共に MVP 級の活躍を見せて打線を牽引し、さらにプホルスが後半戦以降は全盛期を思い出す活躍で、例年と比べて打線が強力。投手陣がリーグの真ん中くらいと、ある程度の水準で踏ん張ったことでブルワーズを追撃どころか突き放すまでに至りました。彼ら以外でもドノバンやヌートバーなど、リーグ平均以上のバッターを揃えていた点も強かった。2位ブルワーズは今年も投手陣が強みであったのは間違いないですが、昨年ブレイクしたペラルタが怪我で離脱してしまったり、後半戦はブルペンがリードを守れない場面も目立ったりした印象です。打線がリーグ平均程度ということもあって、投手陣をカバーするまでには至らなかったのかなと、また地区首位を走っている中でクローザーのヘイダーをトレードした後に、フロントの動きを疑問視する選手の声も出ていましたので、そこもチームに少なくともプラスには作用しなかったのかもしれません。3位カブスは上位2チームを脅かすほどにはなれませんでしたね。トレードデッドラインでコントレラスをキープしたのは意外でしたが、それ以外では売れる選手を着実に売って若手を集め、またメジャーレベルでも随所に若手の成長が見られたりと、再建の面では前進したと言えるでしょう。レッズ、パイレーツは62勝100敗で同率。厳密には直接対決を勝ち越しているパイレーツが上なのかもしれませんが、ここは多めに見てください。レッズは開幕3勝22敗スタートの割には持ち直した印象で、逆にパイレーツは5月末くらいまではもう少し勝てそうな雰囲気ありましたが、このあたりは再建期の難しさかもしれませんね。ということで、惜しくも1位と2位の並びを外してしまったため、点数は90点。そこが一番大事と言われたらそれまでですが、やっぱり悪くはないんじゃないですかね。では最後は西地区ですが、予想は地区優勝ドジャース、2位以下ジャイアンツ、パドレス、ロッキーズ、ダイヤモンドバックスでした。昨年107勝を挙げたジャイアンツの扱いが難しいところでしたが、ポージーが引退してその穴がそう簡単には埋まらない点。一方ドジャースはすでにオールスター軍団なチームにフリーマンを加えて、相変わらずのチーム力を誇る点を加味してドジャースやや有利と見ました。ただジャイアンツもポージーが引退したとはいえ油断できないチームで、ゴースマン以外の主要のローテーションメンバーを残し、さらにロドンやカッブを加えて強化。野手陣の補強は少なかったですが、巧みな選手運用で勝ち星を伸ばしていくと考えての2位。3位パドレスは見た目上の戦力はジャイアンツより上と思いつつも、タティスの長期離脱以上の板ではなく、外野も不安が多い印象。昨年苦しんだ先発陣を中心に投手陣がどれだけタティス不在の期間を持ちこたえられるかが、シーズンの命運を左右するかなと。4位以下ロッキーズ、ダイヤモンドバックスの並びとしましたが、ロッキーズが意外にもブライアントを獲得し、浮上する姿勢は見せたことで、昨年と同じようにダイヤモンドバックスより上に来るんじゃないのかなと考えていました。ではどうなったか、結果はこちら。いや、惜しいといえば惜しいけど、優勝ドジャースを当てた以外は、2位と3位、4位と5位が見事に逆でした。あの戦力なので当たり前といえば当たり前ですが、今年もドジャースが信じられない強さを発揮してシーズン111勝、フリーマンの補強は見事に当たりましたし、また先発のデプス要員として獲得したはずのタイラー・アンダーソンがオールスター級の1年を送るなど、圧倒的な戦力を武器にレギュラーシーズン最強は間違いなくドジャースだったでしょう。ここは順当という感じでしたが、2位がパドレス、タティスが怪我、さらにはまさかの禁止薬物使用による出場停止で結局1年間戻れないという想定外の事態や、トレードデッドラインで獲得したフアン・ソトやジョシュ・ベルなども期待していたほどではなかったなど誤算はありましたが、メルビン監督の下で堅実な戦いを見せてのプレーオフ進出。ディビジョンシリーズではライバルドジャースをついに下すアップセットも見せましたね。3位ジャイアンツはポージーの穴が想像以上に大きかったのが一つ、ロースター全体で故障者にも悩まされたのも大きかったのかなと。柔軟な選手起用こそ昨年のジャイアンツを支えた部分はあったと思いますので、そういったところが制限されてしまったのは痛かったかもしれませんね。4位が昨年 MLB ワーストタイ110敗を喫したダイヤモンドバックス。昨年を考えたら検討はした方なのかなと。先発の2枚看板ガレンとケリーがブレイクしたのは明るい材料ですし、打線も若手が輝いたりとプラス要素はあったんじゃないのかなと。マイナーが今 MLB でトップクラスに層が厚いので、数年後が楽しみなチームとなりそう。そして最下位がロッキーズ。補強の目玉ブライアントが怪我でほぼプレイできなかったのが誤算でしたが、現有戦力でコンテンドする体制を作ろうとはしているものの、それがまだ具体的な結果につながっていない点は少し心配。ただこちらもマイナーの層は厚くなってきていまして、若手たちがメジャーで花開けば面白そうですが、今後どうでしょうか。ということでドジャース以外は外してしまいましたが、上位と下位の見極めはできていたため80点、パドレスを信じていればという感じでしたね。はい、ということで2回にわたって順位予想を振り返ってきましたが、AL が7球団、そして NL が9球団順位的中で、計16球団的中という結果になりました。例年の倍当てていますので、これは良かったんじゃないのかなと。点数の平均も80点超えで、合格点は余裕で取れているでしょう。4位予想が2チームを地区優勝しちゃった誤算はあったんですが、今年は結構頑張ったなと褒めてもいいですよね。順位予想3年目の飛躍で順調の成長が見えたところで、この動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。